金日成主席太陽節は朝鮮民主主義人民共和国の祝日の一つ。日付は4月15日。日本統治下の朝鮮半島と満州で抗日活動を行い、朝鮮民主主義人民共和国の建国指導者、初代最高指導者であった金日成主席の誕生日、1912年4月15日を祝うことを趣旨としている。太陽は北朝鮮国内において、 近日政主席を指す言葉でもある。父なる主席の革命障害と不滅の業績を据え、長く輝かせるためとして、主席政権3周年である1997年7月8日に、朝鮮労働党中央委員会、朝鮮労働党中央軍事委員会、共和国国防委員会、共和国中央人民委員会、共和国政務委員の5機関が共同の決定書を発表し、 主体歴と共に制定された。太陽節当日は各地で盛大に祝賀関連行事が模様され、人民には食料などの特別配給が施される。太陽節の前後には国内外の芸術家が参加する芸術祭、4月の春神前芸術祝典、4月の春人民芸術祝典も開催される。なお、2012年の太陽節で、 首席生誕100周年を迎えた。例年、金正恩労働党委員長が幹部らを率いて、祖父、父の遺体が安置されている、金州山太陽宮殿に参拝することが恒例となっている。しかし2020年には参拝する姿が報道されなかったことから、国外では、金正恩の健康不安説、渋滞説が流れた。ありがとうございます。